年齢関係ないです80の方でも飛距離の維持はできます75歳までであれば飛距離を伸ばすことができる諦めちゃいけないスイングです力じゃないですそして一番大事なことはだから6070歳の方が肩が回らないとおっしゃるけど必要なないことなんですそしてここからグッと上がっていく肩は90度。 では腰の位置はというと30度から60度しか回ってないんですよ左腰はどんなに回っても90度は回らないんです腰は肩が回るんです腰は30度ですそうするとその回転差は60度腰が回ってないそしてトップスイング作るここから体全体で一気に振っていくんですそうすると回ってない腰の方が先行するんですこれが下半身リードなんです トップスイングから下半身で打て、下半身二度だと言うけど、下半身で打ったら球全部右なんですよ。開いてくるから。それを右手で返しに行ったのが古き二度なんです。だから返し技だったんです。これで飛ぶわけがない。